ビートルズ・ビートルズの曲名一覧嘘つき女、嘘つき女はビートルズの楽曲である。1965年12月3日に発売された6作目のイギリス版公式オリジナルアルバムラバー・ソウルに収録された。作詞作曲はジョージ・ハリスンで恋をするならとともにハリスンがソングライターとして頭角を表してきた例の一つされている。ボブ・ディランの 寂しき四番街と似た形で恋人を厳しく批判するという体裁をとっていることから政治的生命と個人的な関係についての言及の二つの解釈がなされている。ビートルズは1965年11月にラバーソウルのセッションの終盤に嘘つき女のレコーディングを行った。従来の作品とは異なり本作では 通常のベースの音とファズを聴かせたベースの音の2種類のベースのパートがある。ポール・マッカートニーが演奏するファズを聴かせたベースのパートは曲全体にわたってリードギターの役割を果たしている。なお、ファズを聴かせたベースのパートを録音したのは本作が初となった。また、本作のハーモニーボーカルのセッションの抜粋が1968年に公開されたアニメ映画。 イエロー・サブマリンで使用された。ハリスンは本作のインスピレーションが何であったかを忘れており、1980年に出版した自伝、IME マインで嘘つき女は特定の誰かに歌ったはずだったけど、思い出せない。政府か何かだったんだろうと書いている。このように楽曲のインスピレーションが曖昧であり、ボブ・ディランの寂しき4番街を彷彿させる恋人に別れを、 告げるような歌詞とも捉えられることから、本作は政治的生命と個人的な関係についての言及の二つの解釈がなされている。本作はディランの影響を受けている。ビートルズはディランにロックへ転向させるきっかけを作り、ディランはビートルズに通常のラブソングよりも宣伝されたコンセプトに取り組むきっかけを作った。またハリスンは1965年春に ジョン・レノンだとともに、司会師のジョン・ライリーが、コーヒーに混入させた LSD を服用し、幻覚症状により、パニック状態に陥った。これ以降も継続して服用し、それは、音楽面にも影響を与えることとなった。嘘つき女のキーは、G メジャーと G マイナーに設定されており、4分の4拍子となっている。2小節のイントロダクションの後、バースとコーラスが3回ずつ入り、 最後のコーラス部分を繰り返して終わる。嘘つき女のレコーディングは、ラバーソウルのセッションの終盤にあたる1965年11月8日に EMI スタジオで開始された。作曲時に、Won't Be There With You というタイトルが付けられていた。本作のベーシックトラックは、エレクトリックギター、ベース、ドラムスの編成で1テイクで、レコーディングされた。なお、レノンが演奏したギターは、 リリース版には含まれておらず、代わりに、レノンがオーバーダビングしたオルガン、またはエレクトリックピアノが含まれている。レコーディングで使用された、リッケンバッカー 4001S マッカートニーは、通常のベースのパートに加えて、ファズを聴かせたベースのパートをオーバーダビングした。ジョナサン・グールドとウォルター・エーベレットらは、ローリング・ストーンズのサティスファクションの リードギターに影響されたものと推測している。マッカートニーがオーバーダビングしたファズを聴かせたベースのパートは曲全体にわたってリードギターの役割を果たしている。本作をはじめとしたラバーソウルに収録の楽曲においてマッカートニーはリ憲ケンバッカー 4001S を使用している。本作ではアルバムの特徴の一つともなっている。 ホモリズムで歌われる三世のハーモニーがフィーチャーされている。この時期ビートルズは毎年ファイクラブ会員に配布しているクリスマスレコードを完成させる必要があったことからプロデューサーのジョージ・マーティンはスタジオのエンジニアにアンビエントマイクを設置してクリスマスレコード用の素材としてリハーサルとレコーディングの様子を録音するように指示した。ボーカルのオーバーダビングが終わりダブルトラッキングした後 リンゴスターはタンバリンとマラカスをオーバーダビングした。リハーサル時の音源は最終的にクリスマスレコードで使用されることはなかったが、1968年に公開されたアニメ映画イエローサブマリンにおけるブルーミーニーズに伸ばされたペパーランドの市長をビートルズが歌で目覚めさせるシーンでアンドユーブ・ガット・タイム・ツー・ r クティファイというフレーズを アカペラで繰り返す形で使用された。マッカートニーは嘘つき女のリハーサル時のテープの一部を2000年に発売されたリバプールサウンドコラージュで使用した。15分間に及ぶ完全版は1991年に海賊版で流通した。また、1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジーに 本作のアウトテイクが収録される予定となっていたが、最終的に未収録となった。嘘つき女は、1965年12月3日に、パールンより発売されたオリジナルアルバム、ラバー・ソウルの A 面5曲目に収録された。クララ・ビート氏は、マッカートニーが演奏したファズを聴かせたベースのパートを、素晴らしいサウンドエフェクトと評した。メロディメーカー氏は、 本作をアルバムのベストトラックの一つとし、ダブルテンポのセクションと、マラカスによって刻まれるビートを称賛した。オールミュージックのリッチー・アンターバーガーは、本作と恋をするならお引き合いに、素晴らしいソングライターとして、頭角を表したと評している。嘘つき女は、1976年にキャピトルレコードより発売されたコンピレーションアルバム、ザ・ ベストオブ・ジョージ・ハリスンにも収録された。また、1999年に映画イエロー・サブマリンのリマスター版とともにイエロー・サブマリンソングトラックが発売され、本作のリミックスバージョンが収録された。出展、ありがとうございます。